はい、皆さんどうもこんにちは、ワンディアンドユーポンです。はい、今回はですね、イオンに行ってきました。よし、まあ、今回イオンで行ってきての購入品を紹介していきたいと思います。スクイーズが4点、髪の毛系が2点になります。では今回購入したスクイーズを並べていきたいと思います。せーの、はい、この子たちになります。こちらの櫛なんですけども、これもすごく流行ってるらしくて、なんとね、1位でございます。この2つは次回の動画でやっていきたいと思います。あ、待って、違うわ、あともう1回言いました、すみません。4点になります。こんな感じです。はい、では紹介していきたいと思います。こちらになります。これはですね、オイルになります。この髪の毛に塗るオイルです。前まではロレッタのオイルを使ってたんですけども、ここぐらいしかなくなってきてしまって、で、まぁ、今回たまたまお店に行ったら、なんかあったんですよ。ロレッタ似てる。全く一緒なんですよ、これ。ここにただロレッタって書いてるだけで。で、まぁ、試しにこう使ってみて、で、髪の毛塗ったら、めっちゃいい匂いだし、なんかサラサラになったので、今回こちら購入してきました。で、続いてこちら、この隣にありました。櫛ですね、これ。で、この第1位に輝きました。でもこんな感じですね。このピンクと水色。まあ、ピンクではないけどね。タングルティーザーザーオリジナル。では、スクイーズの方に移りたいと思います。まず最初に UFO キャッチャーの方でゲットしたスクイーズから紹介していきます。まあ、4種類あって、抹茶とかクリームとかイチゴとかあったんですけども、まあ、チョコにしました。これ一発ゲットしましたからね。動画撮るの忘れてて、画像がこんな感じになりました。まあ、両方やってきたんですけどもね。まあ、最初にこちらから紹介していきます。もっちり生クリームクロワッサン、甘い香り付きということで。これはまあチョコなんで、チョコの香りだと思います。いい匂い。でね、これ低反発に見えるでしょ？高反発です。残念ながらこちら高反発です。めっちゃ餃子みたい。続いてはこちらの隣にあったスクイーズです。なんだろうこれ、何パン？これね、めっちゃ低反発なんですよ。これね、結構1500円ぐらいかかりました。これね、後ろ狙っちゃダメだったね。前で狙いました。そしたら取れました。もうすごいからね、こんな風にやったら。はい、では続いて雑貨屋さんの方に購入したスクイーズになります。はい、こちらニコちゃん。これはですね、580円になります。ちょっと飾っときますね、ここに。こちらの壁、一つ、580円になります。壁ドンしてた。え、待って、580円で壁ドンしてるところか。普通に匂い、なんか、ミルクの匂いがする。結構サイズ大きい。これ値段とね、比較するとこんな感じ。めっちゃ低反発。なんかね、ふわふわとかじゃなくて、しっとり系です。しっとりもちもち。しっとりもちもち。第2話ポキって言った。これは嬉しかった。なんかまあ、こちらミルクボトルの黒、ブラックバージョンなんですけども、あのほら、ブルームに、ね、この牛乳瓶のやつあったじゃないですか。もう全く同じ種類の。で、前はね、ちょっと待ってください。こちらのちっちゃい方の哺乳瓶をね、購入したんですけども、今回は大きいバージョンも購入しました。で、めっちゃ大きい。え、こうやって何？この飲めみたいな。飲め。あ、結構低反発。ほら。ちょっと戻りが早いかな。多分ね、この子と比べたら結構早いと思う。
手です。結構かわいい。ちょ、なんか寒くて手の色やばい。ほらめっちゃかわいいじゃん。これ子供飲むやつと大人が飲むやつ。はい、ということで今回はこんな感じで乗りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もう今回もね、ほんとすごくかわいいスクイーズいっぱいあったし、これね、次回ちょっとやりたいと思うので、ぜひよかったら見てみてください。ではチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、ラララミックスチャンネルの方もフォローよろぽんです。ではおつぽん。